臓器移植で提供可能な臓器はどのようなものがあるのでしょうか。脳死化臓器提供の場合には心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球と最大7つの臓器が提供可能となります。心停止後臓器提供の場合は摘出の段階で臓器が機能するために不可欠な血液の流れがなくなっている状態ですので、そのため比較的ダメージに耐性のある腎臓や膵臓、眼球のみが摘出できる可能性があります。人の体には肺や腎臓など2つある臓器があり、1人のドナーから最大で11人に提供することができます。移植を希望する患者はそれぞれ臓器別の団体を通じて登録し、移植希望者の情報は日本臓器移植ネットワークでまとめて管理します。移植を受ける患者レシピエントの選定は、登録者の中から提供できる臓器に最も適合した人が公平公正に選ばれます。選定基準は血液型、臓器の大きさ、抗体反応、臓器の搬送時間、移植の緊急性、待機期間などで優先順位が決まります。県内に住む翔子さん、臓器移植法の改正後肝臓移植を受けました。肝臓の状態が悪化し、お腹に水がたまる腹水が進行して重篤な状態でした。何リットルとか抜くんですけど、結局抜いてもその後すぐにどんどんまた溜まってきてしまうんで、まあもう溜まったら抜く、溜まったら抜くっていう形で、元の病気を治す治療法はまあないです。治療するには移植手術しかありません。翔子さんは移植を希望し、日本臓器移植ネットワークに登録しました。移植しないとっていう、かなり悪くなってはいたので、で肝臓だけじゃなくてその影響で腎機能も悪くなってしまっていて、まあ、相当やっぱり状態は良くなかったんで、まあ、なんとか移植が回ってくればいいなとは思ってました。入院して治療を続けているとある日連絡が。半年くらいですかね、はい、なのでもしの方で臓器移植っていうことができるっていうこと自体も期待はしつつ、でもそんなにそれが絶対できるとも思ってなかったですし、でしかも半年っていうのはかなり多分早いと思うんですよね。だから本当に最初はとにかくびっくりしました。病気の進行具合など緊急性の高い登録者は移植の優先順位が高くなるといいます。手術後の体調の変化は。明らかにもう体が軽いんですよね、もう体重にしても多分一番水で増えた時と比べると30キロとかは少なくなってます。移植しなかったら多分それはね、肝臓はもう戻らないですから、やっぱ時間とともに、やっぱり命に関わる状態になってしまうんだろうなとは思ってましたけども、移植のおかげで元気で生活できているので、まあ、ご本人、そのご家族の方には感謝をしてます。臓器提供をする権利としない権利、あとは臓器提供を受ける権利と受けたくない権利の4つの権利がございます。どちらの立場にもなる可能性があるからこそ、お一人お一人が家族とお話しされて、イエスでもノーでもいいので今のお気持ちを表示していただければと思います。母親の臓器提供を承諾した遠藤舞さん、今の思いは。この臓器提供をしなかったら私はもっと悲しいと思う。臓器提供を決断しないまま母を送り出したら
自慢の母で亡くなっちゃうというか、母の腎臓が2人の方のところに行った、心臓も届いた、今その心臓と腎臓で生きている人がいる、すごいよねっていう、それで助かる人がいるんだもんねっていう。レシピエントかドナーか、私たちはいつどちらの立場になるかもしれません。脳死判定の後、ドナーは臓器摘出に進みます。明日は臓器摘出の医療現場についてお伝えします。